どうもこんにちは、鈴鹿和也子です。本日はですね、こちら E235 系とジーンズのコラボメガネを紹介します。こちらですね、おととし2015年にもね、実はジーンズさんこの鉄道とねコラボしてまして、総合車両製作所とのコラボメガネということでね、実際にこう鉄道車両を作った時に出るね、残ったステンレスの部分、これを、メガネにしてしまおうということでね、私はこれはねタイプモハをね購入して結構ねかけてます。こちらですね、 E235 新しいね山手線の新型車両が実際にですね作った時に出た、本当にそれこそね残ったステンレスの部分でまたメガネを作ったということで、まずもう見てこのモケット、わかりますか皆さん、これメガネケースねついてるやつですけど、まさにこれ E235 のシートポケットのね同じ素材で、触り心地も本当にあのシートそのまんまです。開けてみましょう。じゃんじゃじゃーん、おータイプモハとタイプクハ、そして今後ね発売予定オンライン限定のタイプサハがありますが、私はこれはタイプクハを購入しました。ここわかるかな、ここのこの模様の感じとかも本当に実写のね出てますね、雰囲気ちょっと見えるかな、光っちゃうかな、このなんていうのかな、黒いね模様が微妙にここ入ってて、こっち側外から見えるのは黒ですけど、この内側ね、内側はこのねグリーン、おなじみのねこの E235 のグリーンがこのね鶴のところに、鶴っていうのかな、クハ E235 って書いてあるのいいね、クハ、あーなんか実写みたい、実写、うん、そして J トレック総合車両平成29年かけてみましょう。じゃじゃーん、どうどう、おどうですか、これ横どう、横うん、すごいね、あの言われないとねちょっと正直わからないぐらいのその鉄道要素っていうのね、そのさりげなさがいいよね。やっぱり普段使えるこういうおしゃれなねメガネっていうステンレスのね感覚で、実はいやこれ E235 なんですっていうのがいいですね。まあ、四角い感じね、ここそうそうそう、お顔のねイメージされて作られてます。あ、いいですね、これどう入れてもらおう、別の車両になるかもしれなかったステンレスですからね、嬉しいね、これかけて乗りたいね、乗りたい、うん、E235 メガネ拭きがなんとこんな素敵なのがついてます。あ、これ見たらわかりやすいね、ここのほらここの模様の感じがさっきのここの見えるかな、このツルのねここに再現されてます、ここのねここのイメージで、おー、この日比谷の鉄道フェスティバル2日間ね、先行販売ということでやってたんですが、そちらで日比谷で購入した人はなんとこのメガネを切り取ったフレームこのステンレスの板、これまでもらえちゃいました。ちょっと見てみよう、すごーい、ちゃんとジーンズさんのねリボンもついてすごーい、あ、結構ね厚みがありますね、こうメガネにしたらなんか薄く感じるんだけど、すごい厚みがあって、厚み、うん、しっかりしてる、硬いですね、丈夫ね、ステンレス、これまさにほらこの感じ、おおおお、びっくりした、びっくりした、うまくはまっちゃった、ほらすごい嬉しい、このままパコッとちょっとおしゃれね、これね、おしゃれ、あ、大きめのしおりとしても使えそう、そうそうそう、チラシが入ってましたね、11月9日に発売ですね、オンラインショップとあとジーンズ一部店舗で販売ということで、私が買ったのはこのタイプクハ、まあ、ちょっとねお値段しますけど、でもまあ普通にいいメガネをね買うと思えばね、まあこんぐらいはねメガネかける人だったらいいですね。タイプモハ
これがね、ちょっとまた形が微妙に違いますね。フレームの上の部分がちょっと分厚くなってる。そしてこのサハが丸いイメージ、感情のね、イメージで作られてます。前のやつは何の車両かっていうのよく分かってなかったので、とりあえずこの相互車両で出たステンレスのね、こう残った部分っていう風だったんですけど、今回はもう完全にこの E235 のちゃんと余った部分っていうのが分かってますから、余計ね、こう E235 ファンの方とかはね、嬉しいんじゃないですか。これやっぱケースもいいしね。さあ、ということでね、この付属品もね、とっても素敵な、まあ、鉄道ファンにはたまらない E235、ジーンズのコラボメガネ、まあ、11月9日からね、一部オンラインショップ店舗で販売されますので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、E235 系山手線とジーンズのコラボメガネでした。ありがとうございます。これから使います。